SDP 文庫は2008年の夏に SDP から創刊された文庫版の小説シリーズ。表紙と関東グラビアをスターダストプローモーションの若手俳優、女優が飾った小説集。小説自体は機出の作品を集めたものである。第1弾から第3弾までの12人で毎月のグラビアを飾ったカレンダーも発売された。 2008年7月20日発売、宮沢賢治、注文の多い料理店、夏目漱石、心、樋口一葉、竹倉部、芥川龍之介、雲の糸2008年9月21日発売、伊藤幸男、野菊の墓、宮沢賢治、銀河鉄道の夜堀り立つお、風立ちぬ有島竹を、星座2008年11月17日発売、堀り立つお、聖家族、 中原中也、立原道ほ他、命の刺繍、宮沢賢治、夜中の星、森大外、高瀬船2009年1月25日発売。夏目漱石、坊津ちゃん夏目漱石、三四郎太宰治、正義と美少、太宰治、走れメロス、パンドラの箱2009年7月27日発売、夏目漱石、芥川龍之介ほか、 夢梶井本次郎太宰治ほか果実2009年9月28日発売有島武雄芥川龍之介ほか愛太宰治横光理一ほか別れ2009年11月7日発売太宰治人間失格中島敦史三月期萩原朔太郎月に吠える森大貝舞姫ありがとうございます